にちは、シークエンサーアイテムです。というわけで今日はですね、元本当にあった呪いのビデオのスタッフ、森沢さんに来ていただきました。よろしくお願いします。いや、本物です。よろしくお願いします。一応もうこれで僕、はやともさんと4回目ぐらいですよね。4回目ぐらいですね。多分そんぐらいですね。初めて会ったのが、あれだ、裏口チャンネル。もともと僕がやっていた、はいね、はい、今はやってるのかやってないのかそれはよくわからない。夏目さんっていう映画監督の方がいて、はいはい、そこの流れで、僕は多分 YouTube やり始めの頃ですよね。そうですね。はい。で、その時に、あ、覚えてんな。飛鳥山公園っていう。行きましたね。ロケで生配信しに行きましたね。はい。あそこで初めてお会いして、はい、で、その後にニコ生の番組で僕がディレクターに、はい、ゲストで出てもらってました、ね。そうなんですよ。声優さんたちと、あの、いろいろ会談とか喋らせていただくっていう番組出させてもらったりとか、で、それから森沢さんの、なんと、作品に出させてもらったんですよ。はい。この作品名聞いてもいいですか？はい。ホラーホラーファイブっていう、YouTube チャンネルがあるんですけれども、はい、言ってしまえば僕はその、本当にあった呪いのビデオとかの経験を活かして、うん、まあ、フェイクドキュメンタリーですね。はい。本物っぽくフェイクドキュメンタリーを撮った作品のシリーズが、うん、はい、まさにシーズン1が完結したばっかりなんですよ。シーズン1が完結したんですね。はい。で、はやともさんが出てもらった回っていうのは、うん、スペシャル2っていうスペシャル回の第2弾だったんですよ。おー、はい。で、それのスペシャル3が終わって、はい、それも1時間の作品なんですけど、はい。ちなみに言うと、そのホラホラファイルっていう YouTube なんですけど、はい。全21作品あって、それがようやく2年かけて完結して、で、それも踏まえて、もうなんか一段落ついたので、ちょっとまあ、はやともさんのところで、そんな、ありがとうございましたも踏まえて。いやいや、ありがとうございます。こちらこそですよ。はい、ぜひぜひ、あの、概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらから飛んで、チャンネルの方で見てみてください。僕もね、がっつり出させてもらってる回があるんですよ。その回もぜひ、もうアップロードされているので、チェックしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。というわけで、今日はですね、森沢さん、せっかく、やっぱ、本当にあった呪いのビデオの元スタッフさんであったっていうことなので、実際、まあその制作の裏側でも別のとこでもいいんですけど、これ怖かったなっていう体験とかってあったりします？はい、じゃあ結構ガツリ喋っちゃっても大丈夫ですか？お願いします。はい。じゃあ、急に怪談師モードに入ります。お願いします。初めて、その霊障というか、はい、そういったものを、まあ信じるようになったきっかけみたいな話をさせていきます。うんうん、まあ僕が、もともとその本当にあった呪いのビデオだあったりだとか、そういった心霊映像が送られてきました。で、それを見て、場所を解析して映像を解析していって、現地に足を運び、調査をしていって、その中で情報をつなぎ合わせることで、こういったものなんじゃないかっていうふうなものを、見せていく過程というか、それをお届けするのが心霊ドキュメンタリーという、まあ、ジャンルなんですね。で、そのスタッフをやり始めた時の話なんですけれども、まあ、その時も、普通に心霊像が送られてきたんですね。で、その内容っていうのが、まあ、関東の結構外れの方にある大きい湖があるんですよ。で、その近くに、もともと寮あるじゃないですか。もう本当に会社の寮みたいなとこがあるんですけども、その場所っていうのが、ものすごいでかい場所なんですよ、うん。で、その映像の中身っていうものは、その寮の中の3階の、まあ結構ハスのところで、人影のようなものが映ったみたいな、そういう感じのもの。はい。で、まあ、その映像を見て、あ、そういうのが映って、じゃあ現地に行ってみようっていう感じで、その時、まあ、一緒にいたスタッフの M 君っていう男の子と一緒に現地に行ったんですね。で、まあ、現地に着くや否や、まあ、もうほんとちょっと森林というか、その茂みをもう結構越えていた先を、抜けていくと、それがあるんですけれども、まあ、ほんと、なんていうんですかね、高校舎3、4個分っていうんですかね。めちゃくちゃでかいスポットなんですよ。で、もう、まず校舎に行く前に、テニスコートがまずでっかくあるんですよ。はい。するともう、全然管理もされてないんで、テニスコートなのにもう、ぼうぼうに草木が生えて、で、ちょっと遠く見ると、鹿とかいるんですよね。ああ、もう野生ですね、そうなんです。野生とかしてるんですよ、はいはいはい。で、なんか、でっかい金庫だけを眠らせてた倉庫みたいなとこがあったりだとか、で、まあ、本当に、なんていうんですかね、もう電気施設じゃないですけど、その施設全体を動かすようなとことが、もう本当にありとあらゆるとこがあって、で、もう場合によってはもう本当多分いたずらだろうけども、手形だらけの場所だとか、なんか縄が縛られてるみたいな、そういったとこもあったりするんですよ。でももちろん、落書きもちらほらあるんですけれども、まああまりにも広い空間だったので、もう、
これ人取り見るの大変だなと思ってたんです、うん、で、ちなみになんですけど、そういった調査をしたりするときって、送られてきた映像が場所が近かったりした場合に、1日で2、3箇所回ることがあるんですよ。はい、まあ1日っていうかもう一晩でってことですよね。うわ、すごいカロリーだな、はい。で、その時は昼間に見て、まあ、なるべく昼の明るい時の方が細かくものも見えるから、はい、朝からそこのあたりをずっと見てたんですけれども、その場所っていうのはあまりにも広かったので、うん、まあ現地について探していくんですけども、はい、結構もう夜も暗くなってきたんですね、はい。で、まあようやくその映像の場所を発見するんですけれども、これがまたビビることが起こるんですけど、うん、その場所で初雪が降ったんです。はい。で、いきなりもう雪がバーって降ったんで、うん、僕ら東京から来てて、まあそれをちゃんと調べておかない僕らもダメなんですけれども、いきなり雪が降ったもんだから、スタッドレスも履いてないから、もう車動かせない状態になっちゃったんです。うわー、閉じ込められたんですね。うわ、怖っ。で、やばっていう風になって、まあじゃあどうしよっかっていう風になって、下手にここで無理に車出してもあれだし、うん、もう朝方までもうしっかりこんなに広いところだから、もう丹念に場所を見てこっていう判断をしたんです。あ、動き回ってた方が。で、もう戻るにしても結構雪があったんでしんどいから、じゃあもう、せっかくここまで来たからちょっとやってこうっていう風にぐるぐるぐる巡ってたんですよ。で、1階を見ていって、2階を見ていって、3階を見ていって、問題の映像の場所を見たんですね。で、その廊下の節々のところにいろんな部屋があるんですけど、基本的に寝室というか、そこの寮に泊まっていたであろう人たちのベッドとかいっぱいあるんですよ。ああ、こういう感じかっていう風に思ってて、まあ一通り見るために、3階の一番奥の方まで僕ら見に行ったんですね。そしたら最後のところだけ、まあ完全に廊下が終わったと思ったら、いきなり広い部屋みたいなところたどり着くんですね、うん、で、なんだろうと思ったら、もうおそらく火事か何か燃やされたみたいな感じで、うん、丸焦げの部屋があるんですよ、うん、で、そこに何があるかっていうと、大量の天井ぐらいまでに積み上げられた藁があるんですよ。藁？はい、うん、もりもりになった藁。人が積んだような感じでも、いや、それでもめちゃめちゃ大変だろうっていう、まあ、いや、身長より高いところまで積んであるところですもんね。ほぼ天井に届くだろうっていう。で、その結構広い部屋なんで、多分まあ、2.5 メーターぐらいなのかな、うん、もう一人全然でかい藁があって、なんだこれっていうふうに思ってたんですよ。で、なんかもう焦げ臭い匂いも未だに残ってて、で、そしたらそこに一緒にいたスタッフの子が指さすんですね。あれって言って、階段見えますって言うんですよ。おう、と思ったら、あ、これ屋上に繋がるんだってことに気づくんですよ。その藁の先に。そうです。3階の一番奥のところで、その先に、まあ外に繋がるところから屋上に行けるっていうのに気づいて、で、一緒に行くんですよ。で、まあ雪も降ってるんで、結構冷たいんですけども、いきなりその見晴らしのいい場所に着いたものだから、あ、さっきのテニスコートだとか、あ、街が見えるとか、そういう風にいろんな立体的に場所が分かったので、じゃあここもちょっと一通り見ようと思って、階段を上がったところが、ちょうどその屋上の全体の真ん中だとするじゃないですか。うん、そしたらそこで、僕とその M 君は、右と左で分かれながら、そこをぐるーっと見ていったんです。はい。で、まあ結構雪もバーって降ってて夜ですし、いろいろと見ていくんですね。で、よく見るとその金網とかも破れてたりだとか、うん、もうなんかもともと多分そういった配信のものとかそういったものがあったのが全部なんか壊れたりっていう、うん、そういうのを見てたんですよ。そしたらもういきなり僕のちょっと向こう側のところに人影がふわっと見えたんですよ。で、僕多分反射的にここに人がいるって思ったらM 君しかいないと思ったんです。確かに。まあ、屋上で解散したのはそのお二人だけですもんね。そうです、はい。だからもう反射的に、お、M 君 !M 君っていうふうに、普通に話しかけたんですね。で、パッて近づいてって、行ったところで、ファッてもう向こう側に行くように消えてったんですよ。あれって、はあ。で、それをさらに追いかけると、もう屋上がもう終わって、誰もいなかったんです。うん、え、あれあれって思って。正直言って僕、そういった心霊調査をやるっていう風になった時って、そういった霊的な経験とかそういったもの全くなかったんで、最初意味がわからないんです。あれ、え、もしかすると俺みたいな感じになって、でも雪も降ってるから、え、やべえやべえやべえって思って、
結構そこでまた大声で M 君 M 君って声を出すんですけれども、反応がないんで急いで階段から降りるんですよ。そしてさっきの藁があるところにパッて行った時に M 君そこにいるんですよ。で俺が普通にちょっともう切れ気味で、うん、お前どういうことだよ、なん降りるとき降りろって言っただろうっていう風に俺言ったんですよ、うん、そしたら M 君は、え、森沢さんがいなかったから降りてきたんですよって言うんですよ。は、うわって思って、もうなんかもう怖いから、もう雪でもいいからもうとりあえず車に行こうって思って、うん、もう M 君とそのまますぐに車の中に乗ったんですよ。だからやっぱ車の中でやっぱ冷静に考えた時に、あ、これ俺なんか見ちゃったんだろうなって、うん、で M 君が言った通り二手で分かれていって一通りぐるっと巡って森沢さんがいなかったから先に降りたんです、先にもう森沢さんがもう下に行っちゃったんじゃないかなと思って行ったっていう風に言ってるんです。でも僕はそのことも知らずに M 君だと思って話しかけたのに誰もいなかったっていう、うわ怖っていう風に思ったんですよ。でそれを経た後に改めてその場所についてやっぱり調査をしてったんですね。でそのやっぱ火事のこととかもちょっと気になったんで、え、これ俺の起こったこの現象に関して関連するなんかあるかなっていうふうに思ったら、やっぱりその場所がなくなったこと自体っていうのはもうただ単に会社の倒産でただダメになったんですよ、はい、で現地の子たちが、人たちがもうどん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 心霊スポットとして扱うから、うん、そういうふうに心霊スポットって言われてるふうになってるんで、うん、それがなんか廃墟というふうになる過程の中で何かそういった曰くとかなかったんですね。人死にがあったとかではないってことなんですね、はいはい、でもその廃墟になって心霊スポットになってからその場所ではもうあまりにも広い場所なので勝手にそこに住み着く方がいらっしゃるらしいです。なるほど、はい、家を持ってない方というか、そういうことです、はい、なるほどね。でもともとその寮もあったんで、はい、ちゃんとベッドもあるんですよ。最高じゃないですか、はい、でもうちゃんと風もしのげるようなところなので、でそこに定期的にやっぱその人が見に行った時にやはり亡くなりのというかそういう風になった状態の方が発見されることがある場所なんですね。なるほどなるほど。でじゃあその場所が火事にあるっていう情報にも行き着いたんですけれども、そこのアンサーは未だにちょっとわからないんですけども、その藁がいっぱいある場所っていうのがまるで火事でもされたように燃やされたようになってる、うん、なぜかあれだけ広い空間の中でその部屋だけ何度も何度も燃やされてるっていう状況で、藁の部屋だけが、ほう、でその藁だけが必ずそこにまた置かれてまた燃やされるようになってるらしいんです。なんで意味が分かんない。はい。で僕その場所ってのはもともとまあその管理状況上行けるところだったんですけれども、もう多分3年ぐらい前から完全に入れないように規律が変わったんです。それはその施設のその部屋だけ入れなくなっちゃったんです。それ自体です。施設全体が入れなくなったんですか。はい、だから僕はその謎を未だに抱えながら、正直もう一回何なのか知りたいし、今どうなってるのか気になるんですけれども、未だにそこがネックに思いつつも、僕がある意味霊障というものをなんか、まあ、信じるとまでは言わないですけれども、意識せざるを得なくなった体験です。はーい、すごいな。じゃあ逆に言うと、それまではそんなもんはいるかどうかわかんないよぐらいのスタンスでいたってことなんですね。だからもう自分に怒らない限り、まあそうですね、いやどうなのっては内心思ってはいたので、うん、はい。でも明らかにまあ幽霊だっていう存在をちゃんと体験したのがそれだったんですね。不思議ですね。その部屋だけまあ藁が積んだって毎度毎度燃やされるっていうのは、まあすごいね、安直に考えると廃墟ってね、そのまあ遺体をどうにかするというか処分部屋として使われることとかもあるじゃないですか。ちょっと怖いお仕事の人たちに。そうなってくると、もともと何の言われもない場所でも悪霊恨みつらみが溜まるっていうのも多少あんのかなっていうふうには僕は思うんですよ。まあ、得てしてね、そういう職業の人が多い街って、なぜか空き家が多いですから。多いですね。異常に多いんですよ。僕の元々の地元もそうだったんで、なぜかすごく空き家と町工場が多いっていうイメージがすごくあって、これは何なんだろうなっていうのには大きく理由がある。で、もしかしたら森沢さんが言った、でかい施設も、でかければでかいほど、声は外には届かないので、
まあ、もしかすると何かにそこは使われてた可能性がありますよね。まあ、だからこそ、成仏できないというか、溜まっちゃってるような霊っていうのが森沢さんに助けを求める形で現れちゃったのかもしんないなと今聞いてて思いましたね。もういけないっていうのが嫌ですね。そうなんですよ、うん。中身が気になってしょうがないですけど。ですね。で、そこの場所を見た時に、ちょっと僕思ったんですけど、はい、心霊スポットって、いろんなもちろん場所があると思うんですけども、はい、あ、ここだっていう場所が割と明白なパターンが多いじゃないですか。はい、はい、そうですね。この曰くがあるこのダムだとか、この曰くがあるこのトンネルのここみたいなのはあるんですけども、その場所って代表的な場所っていうのは別にここっていうのはなくて、さっき言ったように、なんか手形がいっぱいある、なんか多分やられたであろう場所だとか、やたらもうなんか変な工具とかいっぱい置いてあるトイレだとか、で、場合によってもさっき言った縄だらけの場所だとか、うん、藁だって盛られた部屋だとか、でもなんか本当にもう金網、無駄に壊された金網だとか、もうなんか視点が多すぎて、で、なおかつ人が眠ってたであろうベッドというか、二階建てのやつがあるんですよ。そういうのとか見ていくと、もうどれが何が起因して何が起こってんだか、うん、もうリンク付けもしようがないっていう大変さあります。そうですよね。うん、もう不思議でしょうがないですもんね。なんか、いやー、うん、貴重だ。ありがとうございます。